主敬乱は、新末民初の軍人、政治家。新末の新軍軍人で、民国が成立した後は、国力交将軍、関東省庁などを歴任した。法典派にも属したが、政治的立場としては孫文にも、同情的であった。字は小橋。祖籍は、石膏省商工府商工県。父は、府の役所で幕僚を務めていた。 しかし、主慶乱の幼年時代に家庭が没落し、一家で法天省金州に移住している。主慶乱は当初は学問を志していた。しかし1893年に金州の準防衛に入隊し、軍港を挙げて次第に昇進して5つの栄の統領となった。1904年に長治達美が聖教将軍に就任すると、主慶乱はその配下として活躍する。 英ム所徳弁に任命されて、法天省の軍事改革に尽力した。1906年には、蝶の直属部隊の統領として、信用に駐留している。1909年6月、蝶自達美が、四川総督に転任する。主計乱もこれに随従して、四川省入りし、陸軍第33根制強強党に任命された。1911年2月、同教は、 第17鎮に昇格し、主がその統制となった。主は、定戦、法政党などの日本留学経験の軍人たちを、招兵し、軍の強化に努めた。同年、新たに、四川総督に就任した長寿豊が、四川鉄道保護運動を武力鎮圧しようとしたため、将来は、騒乱状態となる。まもなく、武将放棄に抗応する形で、 革命派の男四戦軍政府が生徒に成立し、四川省子議局議長、河野殿春が都督に、主が副都督に衰退された。主が副都督として推薦を受けることができたのは、四川ホロ運動の武力鎮圧に消極的だったことも理由である。しかし、給料支配に不満を抱いた四川軍兵士たちの暴動が就任後すぐに発生し、鎮圧できなかった川と、主は、 ゲイヤに追い込まれた。1912年3月、遠征外の命により、軍事に暗い国陸校と特捜総連を補佐するため、主刑乱が国立校正氏を参謀長に任命された。1913年8月に、総が辞任すると、公認の筆刑法の森治を経て、同年10月、主は森軍主県民政長に任命された。1914年5月、 民政庁から順安氏に改めて任命され、6月、森軍氏から陳安右将軍に改めて任命された。1915年9月、主刑乱は他の14将の将軍と共に、円の皇帝即位を支持する伝文を打つ。12月に一等死者区に封じられた。しかし、円が皇帝即位を取り消す前後の1916年5月、 国旅行第一市市長巨乱州、同志参謀長、理系林の軍事圧力を受けて、州はゲイヤに追い込まれた。なお、主経乱による4年間の国旅行統治は、堅実なものであった。保安体組織による社会秩序の安定、開墾事業の展開、行動建設、福祉、救済事業の重視など、軍政、民政のいずれでも、実績を残している。また、 日頃の湿木な生活態度は国旅行の人々に感銘を与えたとされる。同年6月、遠征外が死去すると、10月に主刑乱は関東省庁に任命された。しかし、不妊後の主は南北対立だけでなく、南方政府内における孫文派と桂ツ系派との内紛にも巻き込まれる複雑な立場に追いやられている。その中で主は次第に、 孫文への指示を強めていく。主自身は1917年に下野したものの、その際に軍権を孫文派の陳敬明に委ねた。その後、孫文の推薦を受けた主敬乱は、1922年10月に、長作林から中東鉄路守り寺軍総司令に任命される。同年12月には、東省特別行政区行政長官を兼任した。主は、 ソ連との外交交渉を支援し、1924年9月には、中華民、国崎三省自治政府とソビエト連邦の協定の締結に貢献した。また、内政でも産業振興や現地商人の公益権保護に成果を上げている。しかし、1924年10月、第二次笹ササグジカ戦争を勃発させた庁に反対して辞任した。以後の主計乱は、 在野にあって、社会福祉、救済事業に専念した。満州事変勃発後は、後日を唱えつつ、戦争被災者救済や文化財産保護等に、奔走している。1939年からは、戦争被災者救済のために、先制省で、開墾事業を展開した。これらの活動は、中国国民党、中国共産党双方からも高い評価を受けている。 1941年1月13日、主敬乱は、西安で病没した。去年68、ありがとうございます。